くじ引いた時酔っ払ってな、かつてっていうか酔っ払ってスクラッチくじを引いた時の方が当選確率が高かったんですよ。おダモンで5枚スクラッチくじあります。こちらね、引いていこうと思います。これ俺が好きなタイプのやつやろ。ここな削って、あ、これが出たら、そうそう、これもう分かるやろ、原さん長山くんや。違うよ、あの頭いい妹が病弱の長山くんや。じゃ丸を据えようやん、そんな。あ、ちょ、野口さんやった。サムヤンって運が下削ったら、その当選金が出てくるってやつです。野口さんが出たら200円当選です。丸を据えようやった。まあないやろな、誰出てくると思う。ふたろチャンスでした。あー、ふたろチャンスか。レンチャン野口さん来ましたね。そんなさ、サブキャラでさ、いかへん。だからこれ絶対ない。おい、サブキャラでお前200、500万出ても、これこそハイパーブータルチャンス。じゃあ200円はあっても回収できへんから200円削ろうか、先。あー、当たってもた。当選でき、回収できず。これも分かるやろ、みどりちゃんかな。いや、じゃあ野口さんこれ。野口さんばっかりや。呪いや、呪い。500万でサブキャラっていう可能性、これまだあるから。でここが絶対に、うん、あのヨットとかコッペパンとかそういう系やから。いや、じゃあブータローチャンスやった。あ、ほんまや、500万はこれあれマルちゃんやね。ブータローすごいな。すごい、まあ、マルちゃんかな。あー、うん、そうやろな。でもサブキャラの希望、今回あるから。ブータローバブルがすごいよね。うん、でブータロー欲しかったよね。お、ヨット系や。お、違う、マロウ末尾や。あー、末尾マロウね。ラスト、ブータロ欲しい。5000削ってるのか、ブータロウや。あ、ブータロウかき回すな、今回ブータロウ絞れたな。うわ、違う、花輪くんや。これは前回のことで分かってんの俺。花輪くんは金持ちキャラや。だから500万とか当ててくるんちゃうかっていう趣旨を無視してるの。ほんじゃどっちかが絵柄のやつやな。もうこの時点でもう終わったよ。ということで、でも当選確率で言ったら当たってるやんな。だから今まだ全然ほろ酔いぐらいやからあかんねん。もっとプロペラで削ったら500あるよ。チャンネル登録するのだ。